TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 クリス・ペプラーです。今日は4月21日、プリンスの命日ということですけれども、まあ、あの日本の方が米国よりも早く日を迎えるのでね、正確に言うと、もうちょっと、まあ、明日ぐらいというのがね正確だと思いますが、プリンスが亡くなってもう何年だろう、3年かな、ね、3年になりますけれどもね。でも本当にどん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 、なんだろう、育ってきた、聴いてきたアーティストが消えていくっていうのは、まあこれはあの、まあ、常というかね、あの世の流れなんですけれども、まあ、改めてこう命日が来るとなんかちょっとこうため息が出るような、そんな感じでございますが、まあ、ため息が出るといえば、あの私あの今日のツイッターでもあの上げたんですけれども、以前私あのヘアスプレーをデオダントスプレーと間違えて脇に放射してしまったら脇毛がガビガビになってしまったんですけれども、先週なんと2回やってしまいまして、ちょうどあのすごい便利なヘアワックスがありまして、ちょうどスティック状なんですよ。でワックスつけるときにね、指につけてこうやるんで、それもスティック状なんでもう塗りゃいいみたいな感じなんですけれども、でちょうど脇の下デオドラントもスティック状で、先週2回もやってしまいました。ヘアワックス、スティック状のヘアワックスを脇に塗ってしまったんですね。あの質感はさほど変わらないので、もしかしたらこれでも効能があるのかなと思いきや、まあ綺麗に拭き取りましたけれども、まあ2回もやってしまったんで自分に問いかけてしまいました。おい大丈夫か。やばいっすよね。さあそんなこんなで、最新のトップ5をチェックしてまいりましょう。5位は Faith Yellow Road、 オンエア好調で先週9位からトップ5入り。4位はアンダーソンパーク King James、 こちらもオンエア好調ながら順位は3週連続4位にステイ。3位は Carly Rae Jepsen Now That I Found You、 ナンバーワンのカーリー咲きを狙っていましたが先週2位から一歩後退。2位は Lizzo Juice、 J-WAVE ソナートラックスにも選ばれオンエア絶好調、ついにトップ目前につけました。では最新の TOKYO HOT 100 100曲チャートのてっぺんは、あいみょんでした。2連覇達成。映画クレヨンしんちゃん新婚旅行ハリケーン、失われたヒロシのために書き下ろされた曲ですが、あいみょん自身も映画を見てティッシュまみれ、思わず泣いてしまったそうです。アニメキャラクターとしてもあいみょんちょっと登場するそうです。春の日、はい、いかがでしょうか。来週4月28日はゲストにアリとリーリレオをお迎えします。お楽しみに。 J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100